ジョージ・アシュモア・フィッチジョージ・アシュモア・フィッチは、中国、蘇州市生まれのアメリカ人宣教師。キリスト教青年海南禁止部長。ハロルド・ジェーティン・パーリ編集、戦争とは何か、の協調者の一人。極東国際軍事裁判には出廷せず、口述書のみを提出した。1906年、ブースター・カレッジで、文学志望を得た後、ニューヨークのユニオン神学校に入学。 1909年、中国の YMCA 組織、上海青年会で働く。1932年、上海天朝節爆弾事件で、上海の日本人外の高校公園で行われた、祝賀式典会場に爆弾を投げて爆発させた、イ・ウンホウキツを、自身の運転する自動車で会場まで送るなど、中国、朝鮮における抗日、反日運動を支援した。 1937年12月の南京攻略戦時、日中両軍の戦闘による被害から、一般市民を保護するため設置された南京安全区、国際委員会の一員であった。1938年2月末、南京事件の模様を撮影したとされるフィルムを持って南京を脱出。アメリカ各地でこのフィルムの上映を行い、南京虐殺を宣伝した。フィッチの妻は、 蒋介石の妻、総美霊と親しい友人であり、さらに中国軍は南京安全区内に校社法人地を設置したことに対する国際委員会の度重なる抗議にも退去しなかったが、フィッチは蒋介石側に立って、当聖地将軍は安全地帯から軍隊と校社法を一掃するという非常に困難な仕事に、外して非常によく協力と記している。 米国の新聞報道によると、フィッチは南京攻略戦の時、紹介席に任命された、ザウォー・サービスコープスの顧問であった。また紹介席の個人的な友人とされる。1940年、フィッチは重慶で紹介席軍への福祉活動を指導しており、紹介席・装備令と親しいとされる。1941年、 中国工業組合の相談役に任命される。また、報道によれば、フィッチの妻は、カレージアスチャイナユナイテッド、チャイナリリーフソサイティという団体との関係があると、される。ありがとうございます。